チオトロピウム臭化ものは、長時間作用型高ココリン性気管視覚張薬であり、慢性閉塞性肺疾患の症状軽減、または気管支全息の慢性期治療に用いられる。液剤と専用の噴霧器を組み合わせて用いる場合と、カプセルに入れた粉末を専用の器具に装填して、用いる場合とがある。商品名スピリーバ。 オロダテロールとの合剤が COPD 治療薬として承認されている。チオトロピウムは慢性気管支援型や排気種型の COPD の症状軽減に用いられるほか、気管支ぜ息の長期管理薬としても用いられる。COPD の急性増悪や気管支ぜ息発作に用いる薬剤ではない。試験での副作用発現率は、 COPD で2.72%と19.77%、全速で9.91%であり、主な副作用は、口活、口内乾燥、発生障害、動機であった。重大な副作用として、添付文書に記載されているものは、心不全、心房細動、危害収縮、イレウス、閉塞具格緑内障、アナフィラキシーである。副作用は、主に抗コ,コリン作用による。 1%, 1以上に発現する副作用は、口滑、左生、発疹、不動性めまい、便秘、消化不良、高尿酸欠症、喉刺激感であるが、頻度不明とされている副作用も多い。チオトロピウムや同種同抗薬のイプラトロピウムは、心発作、脳卒中、心血関係死亡リスクを上昇させる。米国 FDA が要求した臨床試験は完了し、 安全性に関する懸念事項について明瞭に回答されている。2011年、チオトロピウム液では COPD の全死亡率が上昇することが見出された。粉末は 18G、日、液剤は 5G、日、および 2.5G、日である。チオトロピウムは、ムスカリン受容体アンタゴニストであり、一般に、抗コークリン薬に分類される。 ムスカリン受容体への選択性はないが、気管に局所投与されると、平滑筋細胞及び粘膜下線に存在する M3 ムスカリン受容体に主に作用して、平滑筋を弛緩させるとともに、粘液の分泌を抑え、気管視覚調薬としての作用を発揮する。ありがとうございます。